15日、長野県内で新たに99人が新型コロナウイルに感染したことが分かりました。また、県は新た感染者が急増している北アルプス県域について県独自の警戒レベルを3から4に引き上げ、特警報1を出しました。感染が分かったのは10歳羊から90歳以上の男女99人。居住地別では 松本市19人、田市16人、長野市13人、須坂市、安住野市、飯田市、各4人、佐久市、諏訪市、千野市、白馬村で、各3、塩尻市、小施町、軽井沢町、三代田町で、2人、飯山市、千曲市、岡谷市、野沢温泉村、谷村、山形村、豊岡村で、各1人、県外在住も12人、任され、東京都、 大阪府で各3人、埼玉県2人、神奈県、愛知県、新潟県、兵庫県で各1人とないます。このうち松本市の男性2人と県発表の1は同じ事業所、松本保健所管内の従業員で、故事業所ではこれまでにも8人の感染者が確認出ているということで、集団感染が起きたと手調べています。 また、集団感染が起きた松本、うちの高校では、新たに、生徒一人の感染が、確認差、この関連では、合計21人になりました。県外から、出た12人のうち、少なくとも5人は帰省です。県内、感染者の累計は6235人、入院中は226人、宿泊療養中231人、宅療養中は140人、 調整中は66人です。重症は3人、中等は46人です。15日午後4時時点確保病床使用率は42.9%。中、症や軽症患者を受け入れる一般病床の使用は地域別に北心54.1%、東心50.7%、南心45.9%、 中心42.6%となって今、14日午後8時時点また、県は、新規感染者が急増し、いる、北アルプス県域について、県独自の警戒、ベルを3から4に引き上げ、特別警報1を出しまし。<music>